様こんにちは。9月の満月の日、いかがお過ごしでしょうか。今日は旧暦の8月15日。月は十五夜、中秋の名月ですね。最近は沖縄でも朝晩の風がずいぶん涼しくなってきました。月や星もそうなんですが、夕焼けと朝焼けの時間が本当に美しく焼けることが多いので、ぜひ皆さんの街でも秋の高い空を見上げてみてくださいね。それでは今日もアスフォー入り表エシカルラジオをお届けいたします。お相手は私、エシカルな旅の探求家、松島由布子です。アスフォー入り表エシカルラジオ。さて、今回のトークゲストは、映画セーセール展にもご出演いただきました西表島のベテランガイド、西表島バナナハウスの森本隆久さんです。先週久しぶりに森本さんと西表島の山を歩いてゲータの滝まで行ってきました。エシカルな旅の基本はまず旅先についてよく知ることです。森本さんと歩くと道すがらに島の成り立ちや歴史のお話、地名の理由、気象や地質のお話、そしてもちろん動植物まで本当にいろいろなお話を聞くことができます。最近少し気になったニュースとしまして、ご存知の方も多いと思いますが、西表島で自然体験をした10代の男性4人に発熱や頭痛などの症状が出てレプトスピラ症に感染していたというニュースがありました。このレプトスピラ症という感染症は、野生生物の腎臓に潜んでいる菌に川や滝などの水を通じて感染することで起きる病気です。こちらについても正しい知識があれば過度に怖がることはないということですので、お話を聞いてきました。まず知ることがなぜ大切なのか、森本さんのお話をお聞きください。知るっていうのがまず大事、うん、生き物もそうだし、その環境も、植物だって特性、いろんな植物、動物、すべての特性を知った上で、今日も山の中歩きましたけど、西表島はフィリピン海プレートがこの下に住み込んでいるので、屋久島から与那国島まで全部東シナ海に住み込んでいるので、だから西表の場合はちょうど北西方向に沈み込んでるから、北西方向にリアス式海岸になってる。ってことは山の傾斜を見ると南東側が高くて北西側が下がってるので、これで東西南北も分かってくる。ってことは西表島は堆積層なんで、砂岩の層なんで、岩盤も全てが北西側に下がってるんですよ。で、砂岩はザラザラしてて滑らないんですけど、手で触ってもらうとすごく滑ります。それはその上に藻が生えたりなんかしてるから、砂岩自体だと滑らないのに、そういうものが入ってると滑るわけだし、だから全てのものには意味や理由があるので、なんでそういう原因、その結果がそうとかも含めて全てが分かってくるといいので、そのためにはいろんなことを知ってないとたどり着かない。森本さんのこの膨大な知識っていうのは、経験からが多いんですか、やっぱりこう書物。いや、書物読まないんで、聞いたことを関心があると忘れないじゃないですか。だから何事にも興味や関心を持つ。関心がないのはすぐ忘れるんで、だからよく忘れるんですよ、関心がないことはね。興味があることは覚えてるんで、人間好きなこと、嬉しいこと、楽しいことはよく覚えてるんで、石垣金星さんが言ってたことで喋ってることも結構あって、ことわざに100分は1件しかずってあるじゃないですか。その続きは、ね、100件は1行にしかずっていうそうで、ね、100回見るよりも実際にそこに行って体験経験した方が分かるそうなんですけど、じゃあその続きがあって、要するに知らないでそこに行って経験すると、場合によっては大きな時間につながったりするので、その場合は、ね、100行は1行にしかずっていうそうなんです。何事もよく考えて行動する、先のことまで考えて計画を立てて物事やっていくと、大谷君みたいに大リーグで頑張れるようになるわけですよね。大谷さんなんかはね、子供の頃からそう目標をちゃんと決めて
ちゃんとそれを実践してきたっていう。だから何事もまずはいろんなことを知った上で、でそれをするためにはどうすればいいか考えて行動する。だから人間がしないといけないのはその環境を守ると同時に生き物が住みやすい状態を、だから昔はお米を作ってたから排水、水路とかため池がいっぱいあったんですよ。でお米を作らなくなったから水路も掃除しないし、ため池を全部埋めちゃったり、要するにね、全ての生き物って水がないとダメなんで、エビやカニ、ヤシガニにしたってエラ呼吸してるので水がないとダメなんで、だから昔はお米を作ることによって人間がすごく自然をね、守ってきたんですよ。今日言った川のような場所はずっとあのまま残るだろうけど、人間が住んでて一応利用してた場所っていうのは人間がその環境を作ってあげてたんだけど、それをやめちゃったから、そうすると自然が壊れちゃうのね。今日も溜まった水の中黒かったでしょ。あれは落ち葉が多分落ちてタンニンが溶け出してるから紅茶色になってるわけよね。そういうところに入ってしまうとその傷口があったり、そうそうそう、うん、だから田んぼもお米をちゃんと作ってちゃんと水を循環させる田んぼはいいんだけど、使わなくなったような田んぼっていうのはもう水が流れないので、そういうところが危ない。うん、その自然体験を西表でしようかなっていう方がなんかちょっと心配になってるみたいな話も聞くんですけど、いや大丈夫です。だからその知らないから危ないんで、どういうところでしたらいいかで、イノシシなんかも流れが速いところではないと思うので、要するにジメジメして水の流れがないようなところで、ネズミだってそうだけどおしっこしたり匂いを消すためにねするので、うんちしたり、だからヤギぐらいですよ、どこでもするのは。ヤギはねどこでもするから、だからもう今川のね上流でも源流域でも危ない。そっか、野ヤギがいる。そう、野ヤギがね一番危ないのは、だから雨降った後の濁った水、そういうところに入るのとか、そう溜まった水、だから田んぼとか、私たちみたいな観光客が来て、まあ、西表で自然体験したいなと思ってたら、まずどこから始めればいいですかね。いきなり山に入ることをしなくてもね、だって近場でいっぱい自然があるので、自然が濃いところに大量に人が入っちゃうと自然を壊しちゃうでしょ。要するにもともと獣道だったところが人が通るようになって道になって、でそれが人間が手を加えてね、馬車が通るようにしたりとか車が通るようにしたりとかってしていくわけだから、で自然の中っていうのはほとんどが整備されてない道なので、人が入れば入るほど自然に与えるダメージが大きいんですけど、今はもうイノシシとヤギがね問題で、イノシシが増えすぎて自然を壊してるっていう状態ですね。簡単に行けると思ってくるけど、普通の場所じゃなくって道がちゃんと整備されてないっていうことと、さっき言ったような危険な、その菌だけじゃなくってハブとかいろんな生き物もねいますし、だからそういうことも全部分かった上でちゃんと準備をして、で最近ねコロナが明けてみんな動くようになったけど、前もそうなんですけど海外に行けないから来るじゃないですか、西表だったら来れるって。で海外ではそういう高い山とか登ってるような人も動いてないから、普段だったら動いてただろうけど、そういう人もで山、西表っていうのは山の中っていうのは湿度も高くって、だ熱中症でね、今日もほら水に入ったじゃん、もう、ま、先に入っちゃう。だから深呼吸をする、水分を取る、塩分を糖分を取る、で体を冷やすっていう、ちゃんとそういったことをやりながら、で3分か5分程度休みながら行くと行けるんですよ。だから普段ねいつも動いてる人も環境が違うので、このまずこの暑さとこの湿度と滑りやすさ、こっちがね問題なんで、濡れてるとすっごい滑るんで、
だから過信しないこと、うん、あの沢靴だって滑らないわけじゃなくって滑りにくいだけの話なんで、やっぱり自然の中で、ね、疲れて動けなくなる、熱中症になる、で滑って怪我をして、で必ず、まあ、山歩くときは物に捕まらないといけないと思うんだけど、それもよく確認をしながら、危険な、ね、あの毒を持った生き物もいるしね、自分の捕まる木が枯れてないかどうかも見ないといけないし、自分の体重が支えられるかどうか、それもね見ないと、細い枝掴んでそのまま倒れちゃったら、で根っこもしっかりしてるかどうか、だから五感を使うんですけど、第六感まで働かせて先のことまで考えて、気象条件がここは山は雨が多いので、平地で雨降ってなくても山の上だけで大量に雨が降ったりするから一気に増水して流されるってことも過去に何回もあるんですよ。なので急激なその水の変化、そういうものにも気を取られないといけないし、上の方でバキバキって大きな音がしたら、それは木が倒れてくるので、バキバキって言ってるうちは折れかけてるんですよ、ね、ある程度のところまで来るとあとは一気に落ちてくるから、だからそういうことがよく分かる人についてツアーをしてもらう、安全に楽しく、それが一番だと思います。で、全てのものにはだから意味や理由がある、怪我するのにも理由がある。なので西表に来られる方は西表島日帰りではなくって、まあ、泊まってもらって時間に余裕を持って、でちゃんと分かるガイドの下で、まあ、自然のを楽しんでもらいたいっていう、それが一番です。日帰りで慌ててたりすると事故の元になるので、大体人間怪我したりするのは焦ってたりとか急いでる時、あとながらね、考えるって話をしたけど、考えるのと考え事するのは違うので、物を見たり考えたりする時は立ち止まる。森本さん、ありがとうございました。今回のインタビュー約10分程度にまとめたんですけれども、本当は30分以上のお話で、本当は全部聞いていただきたいぐらいいいお話でした。すべてのものには意味や理由がある、百行は一行にしかず、西表島の自然の中で森本さんのこうした言葉を直接聞くと、本当にそうだなぁと腹に落ちると言いますか、心に染み入ります。自然体験は人生の縮図、西表島に行かれたらぜひこのような自然体験をしてみてくださいね。それでは次は10月の満月の日にお会いいたしましょう。この番組はアスフォー西表、アウトドアフットウェアブランドキーンの提供でお送りしました。